1ゲストレッスン。皆さんこんにちは、高橋すみです。そして師匠プロです。よろしくお願いします。お願いします。そして今回もですね、谷原プロに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私たちはですね、今日もハンズゴルフクラブからお届けしております。はい、寒いですね。そうですね、今日も寒いですね。今日も寒いですね。はい、はい、ということで1回目のね、動画をですね、谷原プロのドライバーのスイング解説ということで、はい、そしてですね、谷原プロのチャンネル、はい、あれ、はい、ヒデチューブですね。ヒデチューブです。ヒデチューブの方ではですね、はい、私ドライバーのレッスンしていただいておりますので、皆さんぜひご覧ください。で、今回の動画はですね、アイアン編となっております。はい、はい、引き続きですね、アイアンですね、谷原プロのね、はい、スイング見ていただいて、で、今回はこちらでもね、私のレッスンを、はい、はい、恐縮です、やっていきたいと思います。はい、では早速スロー動画から撮っていきたいと思います。はい、ということで、谷原プロのアイアンのショットが撮れましたので、はい、見ていきたいと思います。これを持ってるの7番アイアンですね。7番アイアンです。はい、では前から見ていきたいと思います。こんな感じですね。おお、もう一回ゆっくり見ます。速いですね。はい、ちょっとボールは左寄りですね。うん、おー、綺麗。おー、ここでもやっぱりクラブを立てて、うん、意識は一緒です。一緒ですか。はい、おー、綺麗。いいコンタクトでしたね。音も良かったですね。うん、ナイスショットでした。こんなに寒いの一発勝負でしたね。さすがです。ちょっと後ろからもじゃあ見ていきたいと思います。はいはい、あー、綺麗。こうやってスローで見るとまた違いますね。そうですね。うん、ゆっくり見ていきたいと思います。おー、わー、綺麗。いやー、わー、なんかやっぱり多くないんじゃないですか。アイアンの方がいいスイングしますね。やっぱそうですね。うんうん、やっぱり長い分、はい、短い分、はい、遠心力かかんないんで、まあ、タイミングも取りやすいし、うんうんうん、やっぱりアイアンの方がまだまともなスイングしますね。うん、綺麗です。ドライバーも綺麗ですよ。感覚の中でいくと、うん、ドライバーと今の7番アイアンで、うんうんうん、なんですかね、こう難しい感覚というか、ドライバーになるとちょっと難しくなるというか、なんかそういう感覚ってあったりするんですか。うん、いやいや、そこまでない。一緒、それはそんなに変わらない、うん、近いけど、まあ、ティーしてるかしてないかぐらいの、うんうん、スイングのイメージもほぼほぼ、うん、そうね。でもやっぱりドライバーの方がその、まあ、クラブの長さもあるし、はい、そのまあ、捕まり具合といったら悪いから、アイアンに比べたらね、はい、7番アイアンに比べたら、はい、その分ちょっと球のイメージを大きく持たないと、はい、うん、難しいかなっていう。私はこの後ろで見た時の、なんていうんですかね、それこそこのプレーに乗ってるじゃないですけど、このスッと降りてきて、なんかそのシャフトとかヘッドがあっちゃこちゃに行かないんですよね。私は多分ちょっとなんかあるじゃないですか、ちょっと引いたりから来て上に煽ったりとか、ちょっと動いてしまったりとか、そういうのが全くなく、まあ、マイショットとは言わずも、こうなんか違い変わってくるっていうのが、そうです、じゃなくてもう本当に綺麗に上がってスッと降りてきてる感じ、すごくなんかなんていうんですかね、スローだから余計にそう見えるかもしれないんですけど、球を打ってるっていうか素振りしてるみたいな感じに見えると言いますか、なんかその力んでない感じがすごくすると言いますか。ちなみにアイアン打つ時ってなんか力入れたりとか意識してる部分ありますか。意識してる部分、はい、なるべく、まあ、どのショットっていうか、もう手にあまり力入れないように、最初はちょっとだけこう、はい、肘を緩ませるっていうか、肘をやっぱりこう突っ張ねると力入っちゃうでしょ手に、はいはい、だからちょっと最初の時のここの時はちょっと緩い感じで上げたい、うんうん、ここ、はい、肘をあんまり
伸ばさずに、うん、伸ばすとやっぱりどうしても前腕にも力入るし、はい、手にも力入るから、はい、曲げといた方が力入りづらいでしょ、はい、リラックスできるでしょ。じゃあこの構えた時にちょっと曲げてるってことですかね、うん、意識は少しだけこう突っ張らないようにこうしないようにそうちょっと緩めで、うん、テイクバック上げていく。そうなんです。確かに力にここに力入るとここも入りますよね。そう伸ばすと大体ここの前腕に力入るから、うん、伸ばす行為だけで、はい、でも緩めてたら入らないでしょ、うん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 、ちなみに7番アイアンなんですけれども、はい、普段どのぐらいの距離を打つ時に。シーズン中だと175から振って180とか、うん、飛びますね。はい、ちなみにアイアンは何番から何番まで入ってますか。アイアンはまあ、ウェッジとピッチングから4番アイアン。4番アイアン、まあ、たまに3番アイアン、クリーク代わりに。あーコースによってセッティングを変えて。そう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 、うんうんうん、なんかクリーク、5番ウッドがあんま好きじゃないから、はい、コントロールしづらいというか、うん、もう距離もたまに飛んだり飛ばなかったり、うん、それが好きじゃないから、はい、まあ、3番アイアンの方が、うん、まあまあ、簡単な3番アイアンね、球浮いてくれてみたいな、うん、した方が距離が安定するから、うんうん、そっちの方が好き。4番アイアンって今プロの中ってあんまり入ってないんじゃないですか。いやでも最近はもうめちゃくちゃ簡単な、はい、まあ、中空アイアンがあるから本当に僕はそっちの方が球をコントロールできる。多分ユーティリティが好きなプロは好きなんですよ、うん、あそうですよね、僕は苦手なんで、はいはい、もうそしたら4番アイアン入って3番ちょっと入って、はいはい、その次はスプーンとかそうスルーと、あそうなんですね、うん、なかなかいらっしゃらないですよね。そうですね、最近でも多いじゃん、ね、ツアーでは。本当ですか、うん、やっぱクラブの進化とともにセッティングの仕方ってやっぱ変わってきてはいると思うんですけど、はい、じゃあズバリアイアンが好きなんですね。アイアン好きです、はい、アイアン好きです。 それがこのショットにも表れてるかもしれないですね、うん、じゃあちょっと前からもう少しゆっくり見ていきましょうか。この時も右のお尻の張りを感じて。そうですね、おー綺麗、はい、はい、美しいです。美しいです。ちょっと私はこれ以上もう分からないです。まあまあでもまあクラブも短いし多分自然とまあ体重移動いらないですよね。飛ばすクラブでもないんで、うーん、まあそうですね、もともとあんまないんで、はい、そうですね、まあ、ダニアブローおっしゃっているようにこう大きくこう変化しているところ、うん、まあ、それこそクラブの長さによって勝手に変わっているとか、うん、そういう部分がこう多いと思うんですけど、やっぱこう、常にその体の正面というか胸の前にこうクラブがあって、これが手が外れていかないところっていうのはやっぱアイアンでもかなりこうスイングの中で見られるんで、そういったものは大切にしてもらいたいし、先ほどそのドライバーは結構皆さん距離求めてもうどんどん先何ヤードでも行っていいわけじゃないですか。だけどアイアンってこう縦の距離も横の距離も気にしなきゃいけないっていう、こう正方形の中に打たなきゃいけないんで、だそういうものをこうターゲットにした時に、今のダニアブローの軸のずれなさだったりとか、その体の正面にいる手の位置っていうのは、うん、アマチュアの方もかなり参考に、うん、していただいてイメージはできるかなと思うんで、うん、はい、うん、褒めますね、はい、こう言いながらも僕はもうずっとこう自分何も吸収できてますね。吸収させてもらってるっていう、はい、僕は基本的に見るところは、まあ、これ僕の感覚か個人の感じですけど、もうここ下ですね。あ、ここから下、はい、お腹から下、足の使い方だったりとか、あとは、まあまあ、それこそ腰の動き方だったりとか、重心の位置とか、足の動きとかすごい見ます、はい、そこを僕は結構ちっちゃい見ちゃいますね、はい、で、まあ、これちょっとごめんなさい参考にならないかもしれないですけど、あとはもう音と
スイングのリズム、うん、あ、はい、っていうのは僕個人としては見ちゃうんで、はい、その他そうですね、まあ、あのその軸がぶれないだったりとか、うん、手元の手の位置だったりスイングのプレーンって、まあ、当然、まあ、やっぱ皆さん綺麗というか、うん、もう研ぎ澄まされてるんで、はい、そのどういうふうにこう、うん、足の使い方って多分真似できるかなっていうのもあると思うので、うん、そういうところを僕はすごい見ます、はい、ごめんなさいね、マニアックですあ、後ろから見えますか？そうですね、なんかこれあのすごく、僕じゃ、そんなにこう細かくじゃなくて、うん、すごく大きな言い方をすると、うん、もう下に張り付いてるように見えると思うんですよ、このナイアゴロの足が、うん、もうマットにもうくっついてるように見えるってことは、それだけバランスがいいんです、足の裏でこう支えているところの重心の位置、うんうん、だからこれアマチュアの方って、うん、せっかく練習場平らなのに、うん、つま先だけでしか支えてないとか、かかとだけでしか支えてないとか、足の裏二十何センチあるのに、はい、ほんと10センチも使えてないみたいなところでバランス取って振れないってなっちゃうわけですよ、うんうん、これがこうもうずっとこうくっついてるような感じで見えるってことは、それだけこう足の裏で支えてるものを効率よくこの力を伝えられるところになってると思うので、うんうん、ここはかなり違ったんです。これも構えから違いますね。やっぱり非常に難しいところだね、はい、それは伝えるのがねそう難しいんですけど意識、いやだからその足を、だからアマチュアってどういうふうに、アマチュアの人はどういうふうに使ったらいいか多分わからないから、うん、でまあプロはこうやってなんか蹴るだとか、うん、多分そういう感覚も難しいと思うんですよ、うん、僕がやってても難しいんで、多分アマチュアの人はもっと難しいんじゃないかな。だから言えば、まあ、ボールが、まあ、正面にありますよね、うん、言ったらゴルフはでも横に早く振らないといけないわけですよ、はい、正面なんだけど、はい、この横に振っていかないといけないわけですよ。だからでもアマチュアの方ってボールに向かっていくんですよ、こうやって、うん、全てがボールに、こっちに、確かに前に行っちゃうんですよ、はい、ボールに向かっちゃうんで、うん、じゃなくてここに来たら、うん、打ちたい方向に体重をこうやって乗っけていければ、おのずと足も多分同じ方向に、体重の方向に行くので、だからここで打つんですけど、あっちに体重を乗っけていく、目標方向に。多分その意識が多分ないんですよ。うん、だからボールじゃなくて、自分の打ちたい方向にこう体をしっかり持っていくことがやっぱ大事なんじゃないかなと思いますね。ということでここからはですね、私の7番アイアン、はい、なんで笑ってるんですか、はい、いやどうなんだろうと思って、いやすいません、アイアン好き、よろしく、いやアイアンは好きです、好きなんですけど、あの普段レギュラーから回ってることが多くて、やっぱりドライバーウッドアプローチでアイアン使う機会が、あ、少ないと、ショートぐらい、まして、そうです、ショートだったりとか、ショートもちょっと長いと140超えますとアイアンはできないので、なのですごい最近あんまり使ってなくて、いざ使うと巻き玉が出るように、巻き玉、はい、ドライバーと逆で、あの狙った方向よりも左に行ってしまうことが多くて、ちょっと見ていただきたいなと思います、うん、大体わかりました。あ、本当ですか、はい、よろしくお願いします、はい、すいません大体わかりました。出なかった、全然出ない、出なかった、全然普通だね、いい当たり方、一回行きます、あ、でもアイアンの方がうまいな、あ、でもリリースしちゃってんのか、多分、あ、どうぞどうぞ、打って、あ、いいですか、多分そうだろうな、行きます。あ、トップしました。でも悪くないですね。やっぱり、はい、アイアンの方がちょっとこういう風に上げて、はい、リリース、こういう風にリリースが入ってるから、はい、まあ後ろからのアングルはすごいスイングは綺麗なんだけど、はい、前になったらこうやって。
ちょっとこういう風な当て方になってくる、はい、だからその分かえって左、はい、うん、とか なりやすい、はい、このキャスト癖があるんですけど、それが強いってことですね、内容は。そうね、強いね、はい、こうやってポンってここで落としちゃうから、はい、だからまあそれを解消するためには、はい、お願いします。まあもうちょっとハンドファーストで当てたいってことだもんね。はい、当てたいです、うん、でなので若干構える時に少しだけハンドファーストしてるつもりではいたんですけど、うん、もうちょっとしてもいいかも。もうちょっとしてもいいですか、うん、構えの時点で。いつもだとこのぐらいなんですけど、うん、もう全然もうちょっとこのぐらい、ね、体重をもうちょっとだけ左、はい、左ちょっとだけ。これも構えた時から強くなるでしょ、はい、そう、構えた時から、はい、だからこれはどっちかって言ったらティーアップされてないから地面に打ち込むでしょ、はいはい、でも地面に打ち込むのが苦手な人はやっぱりちょっとだけ左に最初から乗っけて、もうそこから動かさない。あ、動かさない。テイクバックの時に右に乗らない、うん、乗らない、乗らない。ドライバーと違うんで。こうやっぱ地面にあるボールなんで、はい、届かない人とかはちょっと左足の方に乗っといた方がしっかり地面を、はい、まあ、取られるボールも綺麗に。一回ちょっといつも通りやりますね。いつも通り、うん、あ、いつも通りだとここでこう。そう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 、これを、うん、左に乗っけてハンドファーストにし て, にしてちょっと左に体重乗っけてその場でストーン。そう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 、かっこいい。ちょっとかっこいい。やってみます。はい、おいおい、うまくなっちゃうぞ。おいおい、ちょっとハンドファーストにして体重左目。そう、このぐらいですか。あ、いいよいいよ。はい、ここで行ってみます。おお、おお、あー、このまま当てたいってことですもんね。よくなった。本当ですか。うん、ギャスト減った。ちょっと私のスローも、はい、あのビフォーアフターで撮りましたのでちょっと見ていきたいと思います。はい、まず最初ですね、うん、ちょっと自分のスローを見ることあんまりないですね、うん、最初ここですね、いきます。私センターでスタンスは狭めの意識です。うん、うん、おー、先ほど言ってたのが、うん、テイクバックからの、ここからキャスト。ここそうなんです。ここ強いんですよ。ね、でこれでタイミング違うと、うん、ちょっともうフェイスがこんだけ返ってるもんね。そうです、そうです。インパクト以降のところの返し具合見て、当たった後この返しだもん。そうなんです。それは左に行くよね。あれ、このフェイスっていうのは、うん、もっとまっすぐ。これだけこうだから、はい、こう普通まっすぐ押していくから。この部分ですね。ある程度。そう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 。はい、ああ、次はですね。ハンドファーストにして、うん、ちょっと足を左体重にしたままのスイング。そうそうそう、でもそう言ってもそんな左じゃないし、ね、全然そうですね、うん、多分本人のイメージもっと極端、うん、そうです、もっと極端でした。あれ、あ、本当だ、あ、うん、全然ブレずに少しだけ左に。あ、おお、ゆっくり見てみますね。ここまではあまり体重移動せずに、このまま、ほらほら、あんまりほどかない。さっきより、シャフトが。シャフトが、ここまっすぐだ。全然違いますね。ほら、このシャフトの傾き見て。さっきよりハンドファーストに当たってるでしょ、インパクト。本当だ。このインパクト当たった時のシャフトの向き見てみて。そこの時にもうまっすぐ、はい、で、フェース返ってる。もうフェース返ってますね。うん、これね、斜めでしょ。本当だ、まっすぐだ。全然違います、ね。フェースの向きも全然違いますよね、その。ハンドファーストになってるし、少しだけど、ハンドファーストでまっすぐフェースを押せてるから、はい、こう多分ねじれが出ると思う。でも本当にこの当たった瞬間のこのほんのちょっとの差で実際ボールが飛んでみると、うん、なんか 3,40 ヤード落ちるとこ違うって考えると、うん、この本当にちょっとの差本当に意識しなきゃダメですね、うん、いやでも自然とそうなるようにスイングを持ってきたらいいけど、はい、だから速いキャストだとやっぱりブレブレになっちゃうし、はい、うんうん、だからそれをしないように、はい、こうまあ、体の位置だったり、はい、体重だったり、はい、うん、で簡単に治っちゃうから、はい、ペースの向きは。びっくりしました。私実際に今日スイングを変えたとか構え方変えどうこう変えたとかじゃなくて、ハンドファーストにして体重ちょっと左に乗っただけなので、うん、この2つで治るんだったらちょっと私の、はい、もう退院できます。はい、ありがとうございました。はい、だいたい球が上がらないとか、うん、そういう人は、うん、やっぱり持ち上げようとするのが多いので、逆に左足体重でシンプルに
打った方がもうちゃんとコンタクトもしてくれるし、うん、ハンドファーストで当たるってことは距離も伸びるし、うんうん、本当にいいことづくめなんで、うん、こんなんで本当に飛ぶのって思うんですけど飛んじゃうんですよ、まあ、当たり方なんで、うんうん、ありがとうございます、はい、よかったです、はい、なんかはい、ありがとうございます。いいんですかこれでこんな簡単でなんかちょっと今から練習したいと思います、ね、はい、はいはい、ということでこの後はですねまたヒデチューブで、はいはい、動画撮っていきたいと思いますので、はい、皆さんそちらもぜひ概要欄からチェックしてください、はい、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てね。